週間の天気をお伝えします。週明けにかけて北日本、特に日本海側、そして北陸を中心として大雪に警戒が必要となります。路面状況の悪化なども注意が必要ですね。明日は交通機関影響が出ている恐れもありますので、早めに起きた方が安心です。そして28日以降、いった冬型の気圧配置が緩むものの、年末から年始にかけて再び寒気が南下してきます。この影響で北日本は日本海側を中心に北陸なども大雪吹雪に注意が必要です。また一部西日本にも流れ込む可能性があります。このように大阪、雪アイコンを採用している日があります。こちらも最新情報をこまめに確認するようにお願いいたします。また全国的に真冬の寒さが続きます。手袋やマフラーなどもご活用ください。